白。あー、来たー。あー、素晴らしい。でかい。で、さらにこの先に多分内鍵のある、おお、お、扉がある。カモミール、久しぶりだね。うん、でこれが多分ショートカットドアじゃないかな。おお、あ、違う、バルコニーだ。あ、ここぐるっと回った先が鍵のドア。そうだね。まあ先そっち行きましょうかね。ゆい、ゆい一緒に行こう。ここがつながると結構ね、うん、逃げやすいです、ね、自由自在になるな。これだ。あ、違う、この先だ、まだ。怖っ。赤大丈夫か。おぉ、え、開く、あ、うわぁ、あいついっぱいいんね。ヒュイ、あれ、あれやっちゃって、ヒュイ。カモン。カモン。まずなんか培養されてるやつを作るときに失敗した子たちなのかね。カモン。ね。うん。あ、どうしよう。ヒュイ。ヒュイ。ナイス、ヒュイ。どう、どうするか。どうすっかね。力来たかっていうか、普通に走ってくんのやだなあいつ。セーブはしてあるとはいえ、この部屋も全然まだまだできてないから、うん、この部屋かい。いや、ヒューイよ。あ、ロッカーがあったね。ほら、あ、倒した。マジで、やば。え、あ、調べれる。泣き石、なんかアイテム奪った。え、どういうこと。とどめさせってこと。まだいけんのか。まだ調べれる。あー、やばい。あ、起きちゃった、起きちゃった、起きちゃった。ちょっとごめん、ごめんって、ごめんって。強盗ですね。あ、でも弱まっている、曲が。曲はちっちゃくなった。しかしこれで復活早かったな。ダニエラホットダウンしてなかった。あ、ここだ、あ、そこだ。そこでやり、そうそう、入ってたらびっくりするね。俺はもう瞬間移動能力持ちとしか。あ、よしよしよし。さすがにあのパターンはもうないかな。すげえびっくりしたもんな、うん、ダニエルさん入ってた時。戻りましたね。早いね。倒してやっぱダウンするとハイドイン入ったらすぐ曲戻る感じする。そうなのかな。ヒューイー、ヒューイーは最高だ。ジャキ開けよ、ジャキ。ヒューイ、もしかして体力全然減ってない？強すぎんか。そんなにダメージ与え、あの、電性アンチも一回当ててはいたか。あれ、当てたとき、あ、そっか、当てたね。うん、当てて逃げてる。ビリビリってはなってなかったけど。うん、そっち戻るかい？戻りたくない？あの、錬成部屋とか全然漁ってないからさ、こっちからも回れるんだっけ？いや、そっちは行ったことない。リカルドが、いきなりいたから逃げちゃったんだよね。でも今だったら調べられる。確かに。この先に、あ、ここにいたんだっけ。ああ、もう入ったところにもういたから逃げたんだよね。ゾウの天秤だ。天秤だ。天秤が下がってる。片方の皿が空っぽでバランスが取れてないわ。ほう、天秤二つ目か。なんだろう、こっちの方がなんか起こりそうね。ね、フェザーブーツで乗せる。あ、いいね。ここも、あ、あったのか。この扉はでかいね。あ、でも調べられるの天秤だけっぽいわ。開く？開かないでしょ、これ。大きな扉。文字が彫り付けてある。文字。ほう。真理の探求者よ。知識の結実を女神の審判に託せ。エリクシルをなすに至る者にのみ扉の奥、秘匿の道は開く。やっぱエリクシルなさないといけないんだ。エリクシルを天秤に乗せるってことだ。ああ、作って。うん。抽出順化。抽出順化。順化まででいいのかな、エリクシルって。プリママテリアがどこにあるかなんだよな。ヒューイが埋めたらしいんだけど。うん、ちょっとメモ見る？今度はリカルドまで。ここにいろと言うけど、逃げないでいたらいつか殺されちゃう。おお。あ？
抽出の器は何かを抜き出す装置。 あのカプセルの中の女の人から。え、あれ女の人なのか。なんだ、じゃあダニエラもああやって作られたってことかもね。こんな気がしてますけど、ま、探索しきらないうちに行けるとこが増えててさ、なんかいる音。何その動き、キモい。床舐めてるじゃん。舐めてんのかあれ。妖怪床舐めだよ。なんか垂れてるね。吐いたゲロ舐めてんじゃない。メダリオンだ。確かにうちのね猫2匹いるんですけど、一方吐いたゲロにもう一方が行くことがあって、別人のゲロ舐めてる。違うおじのゲロかもしれん。自分のは行かないんですよね。薬が置いてある。使える薬があるかもしれないけどラベルが読み取れないわ。ヒューイが完全に引いとるな。これどうすっかな、扉。あーヒューイダメダメダメ、そんなとこ行ったらバッチリよ。あ、そこに血の跡が。血かそれ。引きずったような跡と汁の跡がね、いっぱいあるね。おおおおお、またおるし。え、何やってんのあれ。あれ何、壁にゲロで模様描いてんだよ。ゲロ吐きすぎだろ。変性。ちょっと順番書いといてくれないかい。書くかい。抽出から順化は間違いないとして、もうそのフォーティス消しなよ。であと分かんないけど調合編成があるのかな。順番は分かんないけど、調合の道は奥深くして編成の軌道へと続く。白きは愚者の至るところであり、赤こそは賢者の求めるところである。今なんかピロンっつったね、うんうん、メモにね要点書いてくれるからね。編成の器、それより私の後ろで壁に頭を打ちつけてる人が気になる。リオナさんの見解として打ちつけてるなんですか。ゲロ吐いてる。バイオ、まあ、なんか入っとるな。右にもなんか入ってる。あいつじゃん。確かにギエピーくんじゃん。肉の塊にしか見えない。ブヨブヨして気持ち悪い。あいつじゃん。うん。そうだね。ピッピッピッピのなり損ないみたいなやつですね。あのピッピもだいぶなり損なってるけどな。なんだよそのアングル。ここで作ってんだね。うん。失敗作じゃなくて、やっぱその形で作ろうとして作ってんのか。頭。大丈夫ですか。何してんすかね。じゃああの壁のは血の跡かい。あのおじさんたち仲間にできないかな、なんとか。おじさん退去してリカルド襲ってほしいな。作られた恨みでね、このこいつが育つとおじさんになるのかな。あーギエピー君が穴久保ピッピー。そう、穴久保ピッピ育ったピクシーの扱いなんじゃないこの人。これピクシーだよ。マジかよ。月の石えぐいな。その可能性はあるよね。妖怪だな。これからこいつのことはピクシーと呼称していいかい。そうだね。おおお。何の鍵だ。ここがショートカットで。で言うと、ああそこだ。はいはいはい。なるほどね。なるほど。つながりましたね。いっぱいピクシーいっぱいあるな。お月見山だな。この天秤は何なんでしょうね。うん。ここじゃないわ。間違えた。ここ抽出だ。抽出部屋だね。お、燃えてる。え？暖炉？誰がいつの間に。ダニエラさんかい。ダニエラさん、あそこから復活してるかな。しそうじゃない。あそこ行ったらまだいんのかな。どうなんだろうね。あ、串刺しになってるかってこと、うん、戻る。いやまあそこまではいいですけど。あ、これか。女性なんですかね。ちょっとよく見えんな。調べられんな。あ、やべ。え、あ、どっちか。うわあ、うん、キュウイ気をつけて。キュウ
やめて、こっち来なさい。落とし穴、落とし穴、確かに落とし穴行こう。落とし穴になってくれればいいんですけどね。なってると信じよう。へいへいへい。今銃を回避する走り方してる。大事。フィオナが乗っても何も起こらないけど、うん、リカルドを乗せたら、おヘイヘイヘイ、やばい、待って待って待って、乱射しとるて、乱射は危ないて。乗らんか。あ、やめろ、おい、やめろ。おぉうわぁ、危ない。うわぁ、おい、タックル、ヒューイに銃を撃つな。やめろ、こっちだよ。あいつ、そうよね、動き回る必要ないもん。よし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 、よし、いった、いった。マジか。おお。無言で無言落下。床まで腐り落ちるなんて、どうしてこの部屋だけ。結構あるね。ね。撃退ね。撃退ギミック多いな。まあ、とにかくヒューイ撃たれてたし、大丈夫か。大丈夫か。ヒューイ。いや、撃たれてたら、うん、こんなにね、動き回れないと思うから。紙一重でよくてたんじゃん。あ、でも食えるってことは、体力減ってるんだ。してんのか。蹴り飛ばされてたしな。ヒューイ、ありがとう。そっかそっか。いや、でも、完璧でしたね。ね。グッドボーイ。まだ食えるかな。あ、もう満タンになった。ヒューイ強。ジャーキー。ササミジャーキー1個で。うん、こいつ、この下に落ちたのか。でしばらく出てこなければいいんですけどね。でもデビリタスもさ、うん、あの本棚の下敷きにした後結構すぐ出てきたぞ。そうだね。ふう、動画だとどうなってるかは分かんないけど、だいぶ回ってきたな、いろいろ。ああ、光ってるね。ね、まあ、あれは多分使用アイテムでしょ。とりあえずアイテム取って、このあれ、あっ、ウィリデメダリオンだ。それはいいやつですよ。マジでアイアンマンスーツ作ってほしい。奥からあったかい風が流れ込んでくる。あの暖炉の風だね。ヒューイがこっから出てきてくれたわけだ。まあ、キック力増強シューズ的な、ね。でもいいよね。うん。入るかもしれない。キック力10倍みたいな。キック一発であいつら倒せるぐらいの。うん。閉めとこう。でもここにいなかったら結構手詰まりになるんだけど。お、かろうじて読める。お、ん、トゥルバ、使用したものの心の平静を一定時間奪う。ウェルティゴ、使用したものの聴力を奪う。きついね、それ。持ってないもんね、でもトゥルバもウェルティゴも。そうだね、ハズレアイテムとか。ハズレアイテム結構あるんだな。よかった、今まで適当に使ってこなくて。ちょっとね、使いにくいよね。ここは？これが純化の器か。あ、じゃあ純化の次、調合だね。うん。抽出、純化、調合、錬成？編成？編成だね。ヒューイ！ヒューイ、ヒューイ、ヒューイ。あ、やばい。ヒューイ、しちゃうかな、これ。ドア閉めない方がいいか。まだいるの？ヒューイ。まだいたらしい。ヒューイ。倒してないからな。ヒューイ！いや、ヒューイ助けてくれたはず。ああ。なんかめっちゃドアあるぞ、ここ。なんかいる？あ！あ、ピクシーだ。なんか食ってる。食ってんのか。ゲロの元かい？ゲロの元っていう。パンツ履いてる？履いてないでしょ。履いてないか。影じゃない。奥にまたいるな。わあ。ヒューイ。何のために作ったんだろうな。グッドボーイ。構造の廊下。ね。なんでそれぞれに配置してるんだろうね。ピクシーと。蹴り倒すか。ほら！ああ、やった、やれんのか。すげえな。あ、でもダメだ。ヒューイ、ヒューイ。ヒューイ。ヒューイ。助けてくれ。ヒューイ。
よというありがたいけどちょっと遅い。存分に仕事してるもんなあいつ。わあ、いる。おら、ああ、ありがとう。でもリカルド来ないね、さっきは。そうだね、うん、もうなんなら襲いかかられる前に来てたけどねリカルド。あ、あ、ドアのびっくりか。え、あ、やばい、来ちゃった。うん、ヒューイが戦闘モード入った。完全に、あ、下に隠れそう。ドア開けつつ見てみて。ダメか。でも一回巻いてこないよ。ファイルインド。あ、あ、でも庭来た、庭来た。プリマイスか。埋まってるぞ。そうね、ちょっと後で落ち着いて来よう、うん、そこ開けられっか。あー、ナイスヒューイ。よしよし、でここで、うん、一回振り切って、あ、ヒューイ、ヒューイ、ダメだよヒューイ、気をつけて。いける、いける、よし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 、完璧だね、配置、うん、うわ、バカだなあいつ。いやでもあいつちゃんと追っかける動きしてんな。キュイダメだよ、いっちゃう。え、キュイ、お、撃ってるよあいつ。え、いかんいかんいかん。キュイ、キュイ、キュイダメだって。キュイいいんだよ、やんなくて。キュイ、え、え、もしかしてバレた。一回目ぞ。おお、威嚇射撃か。あ、ヒューイ大丈夫？怖いよな、ちょっとヒューイは離れていてほしいよね。あ、ヒューイ見えない。見えないな。銃持った相手にヒューイだけで襲いかかるのやめてほしい、マジで。ヒューイいいんだって。あ、行っちゃうな。あ、あのエネミー、まあ、ちょっと、うん、待ちましょう。ヒューイおいで。グッドボーイ。ヒューイ大丈夫かな。ビーフジャーキーにするか。ビーフあってあるんだっけ。ビーフもある、ささみもあるけど。グッドボーイ。 あとヒューイの体力系なんかあったっけ。エスカ作ったのは消えちゃったんだよね。そうだ、でマグナエスカはまだ効果が分かんないから、うん、まあでもなんか良さそうですけどね、マグナエスカ。あとビーフジャーキーしかないのか。マグナエスカはそうね、名前の響き的にはいいものっぽいんだけどな、うん、さあそこですね。うん、あ、間違った間違った。あ、ここが、え、ここでヒューイに、うん、何かを掘り出してもらう必要が多分あるんだよな。分かっている、うん、アルブムメダリオン。アルブムか。あ、あ、光ってんね、奥がね。アウレオルスベリー。ここもか。またか。全部アウレオルスベリーの墓なんだよね。うん、この探索 BGM も BGM で怖くね。まあ、あれ行けないからヒューイに行ってもらうのかな。でしょうね。あれなんじゃない。あ、行った行った行った。順番は分解。プリママテリア来た。おお、これだ。うん、固体とも液体とも区別できない不思議な物質。へえ、抽出ですね、うん、あれかな、片栗粉いっぱい入れた水みたいな。他は飲みますよ。ここは開いてないんじゃないかな。開いた。あ、内鍵？あ、最初のとこか。あれじゃない、あのダニエラさんをさ、一回ヒューイで埋伏してさ、うん、撃退したとこあるじゃん。 うん、そこだよ。亡者さんがいたのね。そう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 、ほら、亡者部屋だもん。あ、こっちに用はないんだが。で、ここにヒューイを隠したよね。そうだね。同じ手使えるかな。まあ、リカルド来たらね。再利用できたらすげえいいよね。うん。
リカルドね、落ちた後どうなってんだろう。普通に出てきたからさっき。ああ、そっか。ここが抽出部屋だと思われます。使える？使おう。プリママテリア。お、お、すごいね。お、プリママテリアが特に変化がない。あ、じゃあ最初が分解なんだ。なるほど。ん？あ、これ分解の器って書いてあるね。あ、そっかそっか。あ、多分失敗したら、うん、ここで、ここで戻せんのか、うん、ってことだ。ここはリセット部屋ね、多分。ある。最初、あれだね、抽出部屋。リカルドと最初に遭遇したところか。ああ、そこが抽出だったわ。ここか。どうしてこんなことを。もし捕まったら私も。あ、でも確かに女性っぽいですね。女性っぽいね、しぶさがね。捕まえられた人なのか。あ、ここか。これ確かに調べてない。これが抽出の器か。うん。で次純化ね。プリママテリア使うよ。違う物質に変化している。異様の塊。まあね、草津とか言えばありますけどね。プリママテリアから錬成された異様の塊。群馬はね、次がプリママテリアが多いからね。プリママテリアが。で、純化ですな。純化の部屋はさっき言ったとこだな。セーブポイントがあるとこ、ね。セーブポイントのとこだね。戻ればいけるのか、じゃあから。あ、やっべ、どっちだ。あー、こっちだ。ヒューイ、ヒューイ、頼む。ヒューイ、ありがとう、ヒューイ。ヒューイ、待てをして、バックアタック、ピオナキック。あーだ、あーだ、こっち、こっち、ヒューイ。危ねえ、行き止まり。アイテム使うかい。そういえば使ってないな。あー、このバカ野郎。うわー、それでも。よし。ちょっと戦うのはあれは見てられん。遠征アンチモンも使うか。もうここまでやったら倒したい。一応ダメージはいってる気が。あ、倒した。よし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 、相手も出せ。なんだ、ちょっと待って、あとでまとめてみる、うん、あ、ダメ、1個しか。1個取ってもう1個取ろうとすると起き上がるのきちゃう。あ、ちょっと、あーな、隠れに行こうぜ。そうしよう。キュイ、こっち、そこそこそこ、それだ。ほら、おー、来た。ドラムロールみたいなのが聞こえるけど。これは成功するんじゃない？これはいけるな、絶対。思ったよりおじさんだな。おお、持ってんね。おお、はあ、死ぬだろ、こんな。これは直撃よ。 あ、逃げた逃げた。洗いに行ったか、いいね。瓶のまま投げて割れたんですよ、ね、割ってかけるんですよ、ね、だから相当な割れる勢いの相当なスピードで。酢酸はどうなんだろうね。酢酸ね、今後さ、うん、犬出てくんじゃないか、敵の。あ、ブラックヒューイ的なやつ。そう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 、ヒューイちょっと回復
確かに。ヒュイ大丈夫かい？あ、ゴーじゃない。ごめんごめん。違う違う違う。まあ基本逃げた方がいいということですよな。倒してすぐ調べたけど、もう2個目調べたらすぐ、うん、1個取っても離れるっていうのが、そうね。